はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、妖怪ウォッチのプラモデル白駒です。ずいぶん久しぶりに妖怪ウォッチのプラモデルを買いました。白駒ですね。すごいね、このパッケージがいいなと思って、横に書いてあるプラモデルの白駒自体もすごいね、かっこいい感じだったから、うん、よくできてる感じだったからね、うん、なのでちょっと買ってみました、うんうん、すごいね。ね、良さそうだよね。めっちゃ良さそう、うん、じゃあ早速開けていきましょうか。うん、こんな感じ。おお、しかもほら金のパーツまでついてる。めっちゃすごいじゃん。お、いいね。よし、いいじゃん。でもパーツ相変わらず少ないからすぐできちゃいそうだ、うん、じゃあこれをパパが今回ちょっと作っていきたいと思うんですが、その横でですね、エイシン君にはこちらの妖怪メダル6パック今日ゲットできたので、これを開けててください。はい、はい、じゃあ作っていきましょう。うん、はい、ということで完成しました。こちらが白駒ですね、うん、かなりいいです。すごい、ね、今回ね、素晴らしいですね。メタリックパーツまであるからめっちゃいいよね。そう、ちゃんとね、金のところメタリックだし、うん、この炎は全部クリアパーツですね、うん、素晴らしいです。素晴らしい。こんな感じ、うん、手はこんな風になってて、この腕輪の部分、これもね、金のパーツですね、うん、すごいいっぱい。チェコチェコ、今回かなりいいと思うよ、うん、そうだね、うん、レジェンドだからね、うん、でこれ置いとくための台座がクリアパーツでついてますけれども、うん、ここにですね、各パーツが一応収納できますね、うん、このね、ちっちゃい炎、これ取れるようになってまして、この下にね、これついてんだ、これ、うん、これ何かっていうと、これ足じゃない、ね、これ手なんだけど、でここにこのパーツを取り付けると、お手手の先っぽ、これを取るね、それでここのセットする。こうするとこれほら、必殺技出してる感じになるんだよ。白駒の必殺技のシュラッシュッシュができるんだから、ブオーっとね、うん、いいよね。これでもいいね。それをこうやって置いててもいい感じ、うん、怒りモードとかやってみようか、うん、ここのパーツを取って、うん、これか、このパーツを取る、この眉毛を取る、うん、これをセットする。これが怒りモード、すごい、いいじゃんこれ、すごい。いい感じだね。いい感じ。いや、今回ね、相当いいと思います。相当いいね、これ、うん、今まで妖怪ウォッチのプラモデル作ったことない方、これいいと思います。一番いいね、うん、おすすめできます、これ。おすすめ、うん、かっこいいしね。うわ、めっちゃすごいんだよ。レジェンドだしね。すごいレジェンドっぽい。それと妖怪メダルはどれが出ましたか。結構今回はダブんなかったね、うん、まあまあ集まったじゃん、うん、あとレジェンドも出たし、レジェンドじゃない、ごめん、プロメダルも出たしね。草薙よかったよ。草薙多い、うん、いいね。今回すごいよかったです。妖怪ウォッチ今日ついてた、うんうん、はい、ということで今回は妖怪ウォッチのプラモデル白駒でした。